中国貴州省筆跡市で発生した10歳前後の男児5人がゴミ箱の中で窒息死した事件は世界中に衝撃を与えています。一方、当局は死亡した男児5人は学校をサボっていたいとこ同士であり流浪児童ではないと釈明。これに対しネットユーザーらは疑問を投げかけます。あるネットユーザーによると、貧困地区の筆跡市では多くの子どもたちが学校にも行けず働きに出ているそうです。11月20日、貴州省のあるネットユーザーが去年筆跡市で撮影した映像のスクリーンショットを掲載しました。映像に映っている10歳前後の子どもたちは学校に行くお金もなく石炭掘りで生計を立てています。1日掘って得られる報酬はわずか人民元数元だそうです。このネットユーザーは死亡した男児5人が学校をサボっていたとの当局の言い方に疑問を投げかけると同時に、これらのかわいそうな子どもたちにもっと関心を寄せるよう促します。この書き込みには多くのコメントが寄せられました。あるネットユーザーは、自分も器用で竹かごを背負った子どもたちが石炭拾いをしているのを見たことがあると書き込みました。また、中国の現行の教育制度を批判する書き込みもあります。義務教育と言いながら、農村の子どもたちは学校を辞めざるを得ません。都市部の子どもでも学校を続けるのは容易なことではありません。また、有名大学は金儲けのために卒業証書をみだりに発行するのです。こんな書き込みもあります。公務員試験を受ける大学生の割合は、アメリカでは 3%、フランスでは 5%、シンガポールでは 2% であるのに対し、中国では 76.5% に上る。ロシアのメドビエンジェフ首相はかつてこのように言った。一国の若者がこぞって公務員への就職を争うようであれば、この国はすでに腐敗しきっていることを意味する。新唐人テレビがお伝えしました。你是认识的为什么我记得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 有人说他是专制政府的政府以危险为先行大于家门